日常演舞の食旅へようこそ。さて本日の旅はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちら、白なるほど現在カラチューが大量発見中になってますので、早速ゲットしてこちらがホットカスタードアップルパイ、マックフルーリー、チョコバナナ、マックシェイク、オート、なんか黄色ですけど全部違いますよね。これはカラチューが大量にインクレストで、しかも全部甘い好物ですね。自分のそれでは、チャンネル登録よろしくお願いします。こちらの早速アップパイからいただきましょう。これらを痺れさせてくれる甘さなのかな。そうね、ね、中身はやっぱりシンプルなパイですね。まあ当然か。それではピカチュウとともにいただきます。はい、次は真っ黒にチョコバナナ、バナナのいい甘そうな香りを漂ってきました。こちらもピカチュウとともにいただきます。シェイクのピカチュウは背面でちょっと残念ですね。顔を見せて欲しかったな。ではマックシェイクをと飲んでるな。3種類のフルーチュー、どれもしびれさせてくれる美味しさでしたね。その中でも一番しびれるのはどれかって言ったら、やっぱり自分の好きなフルーツがあれだからあれですね。でも他もひんやりしたり程よい温かさだったり濃厚さだったりして美味しいです。さっくりとした食感もいいですね。またこういったコラボ商品出てほしいです。まあさすがにおもちゃはちょっとこの年では難しいですけど、こういう風にそれ仕様になってるんですね。で、こちらのアップルパイはサクッとしたパッケージの中で甘い色の甘みがちょっと広がっていて、カスタードもほんのり香りが美味しかったですね。これうまく入っているんですね。なんか厚みカスタードってあんまり食べる機会がないのでちょっと新鮮でした。続いてこちらのバニラチョコマッフルーリーはバナナの甘さがしっかり感じられてとても美味しかったです。で、結構ザクザク食感が香ばしかったのが良かったですね。しかもバナナチョコなのでそれもさらにバナナを食べるのはその感じがします。で、最後のこちらの応答シェイク、平和に出した瞬間に桃の甘さが口の中に広がっていて美味しかったです。マックフルーリーのシェイクも美味しいですね。で、この中で実はバナナが好きなのでこちらのチョコバナナフルーリーが一番しびれさせてくれましたので、これを代表としてこちらの点数とさせていただきます。本当しびれさせてくれましたね。マクドナルドでご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけるとしびれさせてくれるぐらい嬉しいです。演舞終焉。お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。